はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、白血病でね、抗がん剤や骨髄移植をした患者さんはですね、食べたらあかんものがね、いろいろありましてですね、まあ、細かく話せばキリがないので、まあ、今回は僕が最近食べても良くなったというか、まあ、食べて良かったんやっていうのはね、発覚したものがありますので、ね、今日はちょっとそのお話です。まずはご飯、お米ね。ご飯はね、炊きたて2時間以内かなと思ったんですけども、まあ、ここまで僕、ね、今の僕の状態まで回復してくるとですね、まあ、炊飯器に入って保温されている状態のご飯はね、まあ、少し時間経っても食べていいよとのことでした。まあ、料理はね、基本的に調理後2時間以内とね、言われてるんですけども、まあ、しかしコンロなど IH とかをね、お鍋で料理したものに関してはですね、まあ、そのね、調理後2時間の話なんですけども、まあ、蓋を開け閉めする何回もすることによって温度変化があるということで、なんか2時間以内というルールのことでした。もしそれを保存するなら、2時間以内にちゃんと容器に移し替えてですね、冷蔵庫か、冷凍庫に入れることをしないと菌が繁殖してしまうんですね。でなんかその菌がね、あかんみたいです。しかしご飯はですね、一定の温度で保温してくれてることなので、まあ、2時間ルールは排除されました。はい、で次はね、ヤクルトとカルピスです。ヤクルトとカルピスにもね、菌が入ってるんですけども、看護師さんがね、いいよ、飲んでなかったんって感じの反応でした。でまあ、続きまして蜂蜜なんですけども、これが一番嬉しかったんですけどもね、まあ、これねちょっとルールがありましてね、ですね、九州の福岡にある通りもんってあるでしょ、多分おまんじゅうになると思うんですけども、ああいう焼き菓子などのジャンルの材料の中に入ってる蜂蜜は OK です。しかし熊野プーさんのように蜂蜜単品でこう食べるっていうのはあかんらしいです。何かが入ってるらしいんですけどね、名前忘れましたけどね、まあ、理由としてはこの赤ちゃんが蜂蜜を食べたらあかん理由と同じです、まあ、よかったら皆さん調べてください。でこの焼き菓子などに入ってる蜂蜜に関してもね、看護師さんいたからね、食べてへんの、ええやん別に焼いてんねんからって感じでね、普通に食べてよかったようです。お菓子はね、控えてるんで、そんな食べへんですけど、まあ、たまにあったら食べたいんじゃないですか。食べたいですしね。まあ、今の僕の体の状況で、やっと食べるものが増えてきましたので、まあ、食事に制限がある方はですね、食べられへんかったものが、ひょっとしたら今食べれるようになってるかもしれないんで、よかったら担当の看護師さんや先生にね、聞いてみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。